で私もあの皆さんね、あのその皆さんしてはい、おはようございます。そう、今ちょっとたけしさんの YouTube 見ながらね、録画してます。今ちょっと船剣士カップやってますけど、まあ、チップリーダーがこの勝った真さん、初めて今日やるんですけど、アグレッシブですね、結構この人ね。まあ、今はちょっと触ってますけど、で船剣士さんが来てるんで、A10 だけどな、どうしようかな。うん、これどうしようか。またぜひね、明日にでもね、ご参加いただけたらなと思います。10はヒットしたけど、セカンドですね。ご参加いただいてね、ぜひも、このユキプルさんにもね、動画の方ができる方がおいしかればね、来ていただいてね、ぜひ、この間参加したら、まあ、すみません、ちょっと YouTube の声が入っちゃうかもしれないけど。ね、いろんな方の目に触れる機会というのも、私も嬉しいですね。ユニアが果たしたということで、ね、ユキプルさん、お疲れ様でした。ね、ハンクのね、キングスのね、見事は、散ってしまいましたが、まだそのパジャマなんで、起きてすぐ、そのすぐじゃないけど、起きてしばらくだから。キング持ってるかな、多分。チップということで、ミュウちゃんさんね、できまして、さあ、今、チップなので、ここはチップでね、そうと思います。さあ、ハートが3枚落ちましたね。さあ、ハートが3枚落ちても、さあ、ここはね、いく形で、どっちが来るのか。まだまだ分かんないからな、もらえた。スモールで、一応スーテッドですけど、ローカードですね。ちょっとこれはストレートは見込めないカードなんで、ちょっとこのレーズについていけないですね。おります。はい。まだ、あ、PC での開け方がちょっとよく分かんなくて、ちょっとよく苦労してます。編集ソフトもその、なんだろうな、プレミアムプロの方が使いやすいのかな、全部日本語だしね、ちょっと分かんないんですよね。だからもうプレミアムプロをもう一回ダウンロードして、その解説動画がいっぱいあるんで、それをやもう練習しようかなと思ってね。ちょっと分かんないわ、なんか、あんまり誰も使ってないようなやつ、昨日、編集はまあできるんですよ。カットしたりとか、なんかまあ少しはね、完璧じゃないけど、分かんないけど、保存とかがどこだろうとかね、場所が分かんなかったり、保存かなと思ってなんかこうダウンロードする矢印が上から下になってるところ、これかなと思ってしたら、なんか外部アップロードとかねなってるし、うんと思って、エース9ね、これはちょっと出みましょうか。ちょっといいです、これ見たくないですね。チェックしたらな、メールしてくるもんな。しょうがないですね。ここは二人参加で、私たちと集中していきます。やっぱああいうので一旦ダメだな。A10 のオフトまで降りよう。こちらもまだね、伊豆さんというのもハートにバチバチ当たってますね。伊豆さんの結構強めの強めのベッドで今降りるんで、ね、次はさんで、まあ、強めのベッドというか、ね、今の人で あ、キングス来ましたね。ちょっとレースしてみましょうか。キングが出そうですね。オープンのね、フィールドに。勘違いしました。エンジェルさんが、UTG から打っていったのかなと思ったんですけど、今、私がスモールグラインドでビッググラインドでしたね。さあ、7BB ね、ちょっとなかなかちょっとこう、進んでいったのかなと。まあ、チャンスですね。だからね。さあ、ここで、誠さんから 2BB のオープンですね。
端で、はい、行きましょう。これはどうしようか、2ミリでキックしますよ。薄めに2人いる状態で、交互通過で入りました。さあ、これでね、まあ、作3が入ってくるとちょっと厳しい、3にね、3ミリになったんで。さあ、ここで、私、ポジションは最後のね、最後に購入できるので、2人の攻防を見てから、ちょっと実用しておきます。さあ、作3はチェックで行きました。チェックで行っての、そのそんな4ミリですね。さあ、これはですね、最初に誠さん、これはこれはかなと思うけどな。まあ、S クイーンでも S ジャックでも殺してください。変化が強いよこれでね。いや、あれは分かんないです、正直。さあ、もう、今のプレイのせいでね、もう一気にピンチになりますね、これはね。さあ、今のは独自プレイですね、今のは。かなりね、やっぱりあそこでね、またそんな8割ベッドで、ターンで、中央のベッドが来てるんで、確実にコールするゲームでしたね。何を見たのか。俺がエースハイで勝つかもしれないから、ちょっとチェック。ああ、強かった。一応これコールしておきましょう。オフトなんだけど、ちょっとね、スモールなんでね、簡単に。結構硬いですね。もうキングハイで、うん、まあいいですよね。一応これ半分、3分の1ベットしておきましょう。ね、トップヒットなんでね、一応ね。エースが出た、ジャックかキングが出ればチャンスですけど、向こうがエースを持ってるかもしれないね。まあ、ここはまあ一応ベットするしかないですよね。うん、250いってきましょうか、とりあえずね。フラッシュ狙いかもしれないしね。これがジャックがあったらもうしょうがないね、これね。一応これで半分ぐらいやっていきましょうか。A10 か。ここね、ああ、それはもうしょうがないわ。
なかなか、まあ、これだけメンツいるからな、うん、1600あるんでね、まだ全然いけるんですけど、うん、初めて来ましたから分かんなかったこの人、超アグレッシブだから、うん、お、Gが来た。ジャックで勝ったね。コールできるかできないか、オールインはコールしかないから、もうこれは、はい、勝ちましたね。これはまあしょうがないですよね、行かないとね、これで行かない、どこで行くんですかっていうカードだから、とりあえずいい感じになったんで、あとビッグで、3-4 のオフトですね。3人コールしたら俺これでコールしますね。ローカード今チャンスがあるんでね。簡単だけどコールするのはこれやめましょうかね。はい、やめます。何もないんでね、次のチャンスに回しましょう。うん、5はね、まあ5号、まあ同じペアの牌じゃない限りエースキングよりも5号の方がねエクイティがあるんでね、うん、これはちょっとコールしときましょう。これをベットして様子見ましょうか。どうするのか。いつの間にかね、ちょっとね。レーズ、これ、動くのな、こんなボン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 。ちょっと一回だけやっとこうか。はぁ、あ。じゃあこれで、はい。キングがないと信じて、やりましょう。あるのかな。これでオールインしてきたらもう折れます。ゴール見せとこう、折れた時に。ああ。これはないな。
この人と会うと絶対ダメだな、俺。うん。なんだか。全然合わないわ。肩が悪いと。さんと今松田さんのね、これ結構、強めのデッキですね。さ、これもオールインオンという言い方でしょうと思いますが、肩松さんね、結構ね、このプレーがね、すごい、すごいね、今、ベッドの仕方がね、まあ、私の、こうなんかね、感覚的になかなかこう、鋭いところをついてきてるなと、松田さんにとってね、非常にこう、ホールしづらいね、絶妙なベッドかなと。今こちらのね、ディピアピンの32ということで、マコさんの32ですね、で、ユーチャーさんが62、ケイさんが15、しょうがないですね、もう嬉しいです。やってしょうがない。こういったね、DPIP になってます。こちらもね、プレースのやつが非常に参考になるのかなと思います。得意者はすごいハンドルね、今ね、16なので、32ハンドルプレースの16ということで、結構ハンドルね、絞られているのかな。なので、まあ、徳井さんがこう、ね、入ってくるっていうのは、ね、結構強い反応なのかな。あ、ここでね、誠さんと今、ゆうちゃんさんでね、さあ、キング10のね、こちらの反応で惜しくもね、誠さん飛んでしまいました。さあ、ゆうちゃんさんがポット獲得ということで、おめでとうございます。さあ、誠さんで、ね、お疲れ様でした。またね、ぜひご参加の方いただければなと思います。うん、さこれで一応終わりですね。プレーもね、今ね、ちょっとやりにくいですね。本当はリアルマネーやりたいんですけど、スイスできないんですよね。ああやってもう、じゃんじゃん来られるとね、なかなか、これはちょっと、アグレッシブすぎましたね、肩まひさんね。まあ、これで勝てばね、全然いいんですけどね、まあ、負けてる人が何言ってもね、負けは負けなんで。今回はこれで終わりにしますね。次は、まあ、片町さんに勝とうと思います。はい、それでは、ありがとうございました。